皆さんこんばんは、トランクデザインの堀内です。僕は、育った町、垂水でですねデザイン事務所と、ショップをやってます。月に一度店の前では、無農薬の野菜を販売する、マルシェをしていたりですね、いろんな作家さんのワークショップや、展覧会なんかをやってます。時には朝から晩までデザインのミーティングをしていることもあります。自然と人が集まってくる、そんな小さな町のデザイン事務所、これが僕の理想の形のデザイン事務所です。その中でも、僕が今自分でやりたいプロジェクト、こう周りからはそれボランティアじゃないのって言われることが多いんですけど、セルフプロジェクトを紹介していきます。障害者施設に、新しい、可能性を見つけるプロジェクト、人と人、人と町がつながる場所づくりの垂水マルシェ、森と人の循環を作る、森の器、アナログな手仕事を、現代のデザインで伝えていくプロジェクト、活版印刷、兵庫県の、技術、文化などを、残し伝えていくプロジェクト、兵庫クラフト、今日はこの最後の兵庫クラフトについてお話をさせていただきたいと思います。始まりは2009年、兵庫県の地場産業でもある、マッチとの出会いでした。古い、マッチのラベルに新しい価値を見つけ、火を灯すという文化を、次世代に残していく、これをミッションとして、商品開発、販路開拓っていうのをお手伝いしています。で、僕はショップを持っているので、マッチを店頭に並べた時にお客様がマッチは兵庫の地場産業だということを知らないという人が多くて、地元のいいものをもっと地元の人に伝えていく、こんなデザインの仕事ができたらいいなと思い始めました。兵庫県にはいろんな産業があり、これをどんどん地場産業を調べてですね、自分で産地を回っていきました。で、2012年、兵庫のものづくりを伝え販売していくプロジェクト、兵庫クラフトを立ち上げました。当初はですね、自分で回りながら僕らがデザインするのではなくて、いいものを見つけてそれを紹介していく、そんなことをしながら産地を回っていたんですけど、通うにつれいろんな職人さんから、デザイン持ってきてよ、一緒に作ろうよっていうところから、自社ブランドを作るようになりました。で、大量生産の産地で、大量生産をしないものづくり、西脇の播州織の職人さんと一緒に作っている生地、彩り、デザインのパターンだけを僕がデザインをして、配色とか織組織は全て職人さんにお任せして作ってもらってます。それをシャツにしたり、ストールにしたり、蝶ネクタイにしたり、ネクタイにしたり、で、縫製の一部を、障害者施設にお願いをして、好きな色で、作ってもらったりしています。職人さんも障害者施設も自分で考えて物を作る、そういうことがなんか今の時代大切なことなんじゃないかなと思ってます。で、これがですね、デッドストックで、倉庫で眠っている生地に新たな命を吹きかけて、生活の中で使われるものに変えていくブランド、めぐると言います。埃かぶっている生地に、生地をシャツにしたり、バッグにしたりすることで、いろんな人、いろんな場所に、生地が巡っていく、そんなストーリーを作っていました。これはちょっとまだ開発段階なんですけど、淡路のお香メーカーと一緒に、ペーパーインセンスという、ブランドを作っています。見えないものを生活の一部に入れることによって、見えるものに変えていく。で、紙をすく段階で香料を混ぜているので、紙として印刷もできるし、お香として、燃やすこともできます。今こういうブランドを、日本全国そして海外で、旅する展覧会として、展示販売しています。で、今週30日まで、台湾で展示会もやってます。で、日本では、いろんなところでいいものをたくさん作ってるんですけど、デザインがされていないために、伝わらない
っていうことがたくさんあります。そういうところに僕はデザインを使っていきたいなと思ってます。いろんな人と関わって、デザインでこの暮らしを豊かになるような世界が作れたらいいなと思っています。ありがとうございます。